はい、皆さんこんにちは。サントリーさんのウイスキーとソーダ水でハイボールを作って、ハイボールと焼きそばで優勝していこうと思います。ということで、氷をグラスいっぱいにぶち込んだら、ウイスキーを1対1ぐらいですか。人それぞれお好みあると思うんですけど、氷いっぱいのグラスにウイスキーとソーダ水を1対1で割ったら、サントリーさんのハイボールが完成するわけです。ここにニンニクと生姜を効かせた焼きそば、ニンニクと生姜、肉、もやしも最後に入れて、まあ、シャキシャキ食感をちょっと残しつつ、その焼きそばと、ハイボールで優勝していくと思うんですけど、あ、うまい。おいしい。おいしいかも。アル中からから、あおいしい。ここにハイボールで、ハイボールぶち込んでいきます。おいしい。アル中からから、あー。ということでね、もしよかったら酒の動画もし気に入ったという方いれば、チャンネル登録と高評価、もしよければよろしくお願いします。